アミューズメントパークスオンファイアはイギリスのロックバンド。シューゲーザー的なフィードバックノイズを用いたサウンドが特徴。2004年にイングランドのノッティンガムにてマイケル・フィーリックのソロプロジェクトとしてスタートする。フィーリックはギターベースドラムすべての楽器を演奏して9曲の曲を友人のダニエル・ノールズと共に4週間かけて録音する。 4年にデビューアルバム、アミューズメント、パークス・オン・ファイアを、ボーティス・ヘッドのジェフ・バーローのレーベルであるインベーダレコーズよりリリースする。その後、ノールズとドラムのピーター・デール、ベースのジェズ・コックスがメンバーとなり、バンド体制となる。5年に、V にレコードと契約し、翌6年にセカンドアルバム、アウト・オブ・ジ・エンジェルズをリリースする。また、 セカンドアルバムに加えて録音した曲を2枚の限定12インチ EP として5年にブラックアウト EP、6年にインフライトをそれぞれリリースする。6年メンバーにコックスに代わってベースのガビンプールとキーボードとギターのジョーハービが加入する。バンドはサマーソニック2006で初来日した。ありがとうございます。